デドムをゴ個とジョエル・トーマス・ジマーマンはカナダ・オンタリオ州トロント出身のエレクトロニカハウスミュージシャン、DJ、パフォーマーである。2005年よりプログレッシブハウスを中心とする様々なジャンルのエレクトロニックミュージックを作曲している。2007年にマウゴ・トラップレーベルを創設した。ジマーマン自身だけでなく、フォーリン・ベガーズやトミート・ラッシュなどが所属し、 かつては、スクリレックスや、クリスレイク、フィードミーなども所属していた。デッドマウスのロゴマーク2012年、マドリードでのライブマウゴヘッドを撮った時ジマーマンは1981年1月5日、カナダ・オンタリオ州のナイアガラホールズに生まれた。1990年代中頃から、チップチューンやデモシーンに影響されて音楽を作り始めた。2009年には、 ダンス音楽配信サイトであるビトポートで3、2010年に開催されたグラミー賞ではデドムオゴがリミックスしたザ・ロンゲスト・ロードでダンス部門よりノミネートされた。2012年にもデイズ・ユア・ウェポン 4X4 イコール12ロープでグラミー賞にノミネートされエレクトロニックダンスミュージックのアーティストとして初めて生放送された。また、 同年7月には、ローリングストーンの表紙に起用された。赤色や黒色をはじめとする、ネズミのかぶり物をしながら、DJ をするジマーマンだが、名前の由来については、とある日に、ジマーマンのパソコンの中に、ネズミの死体を発見し、ジマーマンは、インターネットのチャットで、やばい。俺のパソコンで、ネズミが死んでるぜ、と書き込み、テンションが上がったジマーマンは使用していた。 ハンドルネームを解明しようと思いつくが、名前の文字制限が8文字までで、デッドマウスと入力できないことから、最後に数字の語を入れ込んで、デッドマウスに解明したことが、名前の由来である。また、ネズミのかぶり物は、カナダの映画会社に特注で、マスクの制作を依頼したもので、マウンゴヘッドと呼ばれている。ニューミュージック、デッドマウス S、プロフェッショナルグリーファース。 ブ、2012年9月29日閲覧。デドムオゴ、I am pretty miserable right now から、ミュージックニュース、リベス、インターベスカルチャー。ミュージックフィーズ、2012年9月29日閲覧。バートルズ、ブライアン、デドムオゴ、ビューウィークリー。 http://www.vewekly.com m u s <assunto> i c s ュージックスラッシュストーリ deadmau5 2011年5月3日閲覧。デドムオゴライブインニューヨークターミナル5のベンバー二5五二千九アデーラメディアテクノロジーズ二千十二年九月二十九日閲覧。abdeadmouse そのネーミングと ネズミマスクをこむる理由とはロッキングオン。2012年9月29日閲覧。デッドマウス。マドンナを。ファンキーナバーさんと呼び。DJ 同業者を通列批判。青いミュージック。2012年9月29日。閲覧。デッドマウス。ファンが送ってきた。ボーカルトラックを採用。青いミュージック。2012年9月29日閲覧。AB みんなが。夢中。 EDM で注目のネズミ DJ、プロデューサー、デッドマウスの新作リリース。ビッグローブニュース、2012年9月28日、閲覧。ありがとうございます。